新視点ニュースへようこそ。中国当局は、外国資本の引き上げや不動産危機、若者の失業率の増加によって経済が悪化し、様々な圧力に直面しています。中国共産党、中共の習近平総書記は最近、一体一路サミットで、製造業分野における外国資本参入規制を全面的に撤廃すると発表しました。専門家らは、 これは現在の経済困難によって余儀なくされたもので、この種の政策調整は近年強調されている政治的安全保障と相反しているため、その政策の安定性はまだ観察する必要があると考えています。中共の李教首相が10月中旬開かれた国務院の経済情勢専門家セミナーで、この政策転換を事前に予告していたようです。 国際金融を研究する学者大益平氏、世界の産業チェーンの配置を研究する社会科学院経済研究所所長の高群英氏、光大証券の首席エコノミストで、世界のマクロ経済や米中政治経済情勢に詳しい洪水投資などの学者がセミナーに参加しました。時事評論家の B 林一氏は10月19日、大紀元に対し、この調整から、 中国の内需を引っ張ることができず、上層部は諦めたことがわかる。したがって、現在、経済を動かすためには外需に頼るしかない、と語りました。アメリカの経済学者デイビー・ジュンファン氏は10月19日、大期源に、過去10年間の製造業に対する当局の支援は少なく、大量の社会資本は、インターネットアプリケーションや自転車シェアリング、モバイル決済、 新エネルギーの投資に費やしたと語りました。ファン氏によると、中共は当初、インターネット技術を通じて他国を追い越せると信じ、金融サービス業界を通じて世界のルールを変えることも望んでいたが、現在、この二つの道は実行不可能となった。そのため、新たなエネルギー源を開発したが、結局、その結果も良くなかった。 振り返ってみると、中共は結局、製造業が実用的であることに気づき、経済路線を再び変更することになったと言います。経済が低迷している現在、国内での受注、技術、経営、資金が大いに必要とされているため、これまで政治的安全保障によって制限してきた分野を緩和しました。ファン氏は、しかし、漢方薬と出版物、 この二つの分野は緩和されていないと述べました。中国メディア第一財経によると全国範囲で外省投資参入特別管理阻止2021年版の下で製造業の項目は出版物の印刷は中国側の持ち分支配とすると漢方薬剤におけるむす、いる、炙る。 薬等の加工処理技術の応用及び漢方薬の非電処方製品の生産への投資を禁止するの二つしか残されていません。台湾中華経済研究院科学技術政策評価研究センターの副研究院対資源氏は10月19日大紀元の取材に対し、中国は現在、かつての外資投資制限を撤廃する理由としては、外資による技術成長と発展を推進力として期待していること、 もう一つは、近年外資の中国離れに直面して、新たな政策によって外資の回帰が加速されることを期待してのことだ、と言います。中共商務部のデータによると、2023年1月から8月に使用された外資金額は、8471億7000万人民元、約17兆円で、前年同期比5.1%減少しました。この減少は3年間で初めてです。 中京国家外国為替管理局が8月4日に発表したデータによると、今年第2四半期の海外直接投資額はわずか49億米ドル、約7350億円で、年間87%減少し、これは1998年以来、比較可能なデータが初めて公表されてから最大の減少幅となりました。 バンクオブアメリカが9月に発表した世界のファンドマネージャーを対象とした調査によると中国経済の低迷により外国資本が大量に中国から撤退しているため中国を避けることが投資家にとって確固たる信念になっていると言えます大使は次のように述べました一部のハイテク企業は アメリカ政府や他の政府の禁止令の影響を受け、中国を離れることを選択し、地政学的要因の影響を受けにくい場所への投資に積極的だ。その一方で、中国の民間資本に対する態度はここ数年非友好的で、リスクを回避するために海外投資家は撤退を選択した。当局は現在、将来を見据えた技術や製造業を中国に呼び戻すべく、政策を調整している。 以前は許されていなかった部分を、今度は制限を解除し、製造や応用に参加させる。つまり、投資家に戻ってきてもらうためだ。実際、中共は最近、海外投資を呼び戻すため、8月13日に国務院が提案した海外投資誘致に関する24の意見など、海外投資誘致のための様々な政策を打ち出しています。しかし近年、 習近平は政治的安全保障を強調し続け、宗教が改正した反スパイ法が7月1日から施行され、外資系企業が怯えるケースが続出しています。例えば、調査会社ミンツグループの中国社員が拘束されたため、外資系企業幹部の中には依然として中国出張を恐れる人もいます。大使は、これは確かに非常に矛盾している。 中共当局が国家安全保障問題を限りなくエスカレートさせたとき、多くの投資活動、あるいは過去には許されていた多くの行為が、今では簡単に投獄されるリスクにつながり、あるいは誰かが失踪する対象となるかもしれない、実際、比較的オープンで透明性の高いビジネス環境は、それ自体で海外からの投資を呼び込むことができると述べました。対資源氏は、 外資が戻ってくるかどうかは、産業政策の面で中国企業と外資系企業からの相互援助があるかどうかを観察するだけでなく、当局の政策の安定性も観察する必要がある、と考えています。なぜなら、中共は当初、香港を50年間変わらないままにすると約束していたのに、結果的には全てを変えてしまったからです。ファン氏は、中共との約束が守られるかどうかは、 考慮する必要がある、と述べました。2018年の米中貿易戦争や、緊迫する中央関係は、中国は WTO 加盟後に輸出は増加しましたが、欧米への解放という中国の約束は実際には守られていませんでした。また、今回は欧米へメッセージを送り、承諾を守る姿勢を見せている。中国経済は低迷し、他に道はないため、 過去10年間とは少し違うかもしれないと語りました。中国問題専門家である大花氏は特別な変化について言及しました。すなわち、中共が台湾に対して侵略戦争を開始すれば、欧米は間違いなく中共に対して壊滅的な制裁を科すことになり、その制裁はロシアよりも強力になる可能性があるだろうと語りました。欧氏は、 中国の政治情勢の不安定性と国際情勢の急変の可能性、特にロシアのウクライナ侵攻とハマスイスラエル衝突により、世界はますます不安定になっており、中共はいつ台湾を攻撃してもおかしくないとの観点から、外国人投資家は中国への投資に相当な不安を抱くはずで、中共が外国投資と貿易を安定させるという目標を達成するのは非常に難しいだろう、と述べました。 習近平が一体一路サミットで戦略の有効性を再確認したことについて、大臣フィナンシャルホールディングスのチーフエコノミスト、微地ウ氏は経済的観点から次のように分析しました。一帯一路を推進するための中共の三大経済戦略の目標は、欧米のルールを破ることルールの服従者からルール支配者になること中国が主導する新眼光モデルを推進させ、 人民元の国際化を図ることです。理事有氏によると、中共が10年前にこの政策を打ち出したとき、1970年の日本が主導した東アジア経済分業体制に習い、中共が主導する新眼光の確立と人民元の国際化を推進しました。しかし、結果から見ると、効果はかなり限定的だったと言えます。理志はこう分析しています。 当時日本は技術と一部の資金を持って、アジア四省流、韓国、シンガポール、台湾、香港などの国々で安価な労働力を探しに行き、現地の企業と資本協力して発展途上国の産業向上を支援し、現地雇用と投資機会を創出していたため、多くの国が日本に習い、眼光モデル理論が出来上がった。しかし、中国のやり方は、国内企業や従業員を他国に行かせ、 中国の銀行から金を借りるように求めている。雇用機会や利益は全て中国側が得ることになり、相手側には借金が残るだけだ。中国の独人勝ち。最初は魅力的に見えるかもしれないが、しばらくすると採算が取れないばかりか、借金がさらに膨らんだことに気づくだろう。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね。 シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。Hey,